百部隊は、大日本帝国陸軍が、満州の長春に設置していた、軍用動物の衛生管理、研究などを目的とした部隊のこと。組織上は、関東軍に属しており、正式な名称は、関東軍軍馬貿易省。百部隊の名は、コードネームである東寺称号、満州大百部隊の略に由来しており、同様のコードネームは、当時の日本陸軍の、 全部隊に割り振られていた。1936年8月に関東軍軍馬貿易省は大陸地域での軍馬などの軍用動物の衛生管理のための部隊として発足した。1個手段では3000頭近くの軍馬が必要とされていた。大陸の放牧地では、現地では堂々たる体格のでも猛虎の末系が多い大陸の馬は全体に小ぶりであったため、 あまり輸送には適さなかった。日本軍は日露戦争以後にアラブの品種やサラブレッドの馬の馬質の育成と改良を行っていたが、舞台でも現地の馬の育成や研究を行っていた。それでも兵員輸送では頭数が不足していたが、砲兵連隊は大砲を複数の馬で引っ張ることにも利用するために品種改良された体格の良い馬の飼育も行っていた。 しかし、戦後に放棄された馬は放牧された形となった。大陸の品種にしては、体格の良い馬がいたら、舞台の放棄した馬だとされている。昭和11年度の兵備改善計画の一環として、創設されたもので、人の感染症に関する関東軍防衛機部とともに、昭和11年軍令陸攻第14号として、採火された。1938年2月末時点の、 所属人員は軍人14人と軍属85人で保有軍馬247頭であった。1945年8月15日の日本の敗戦まで関東軍の霊化部隊として軍用動物の管理を続けた。正式名の関東軍軍馬貿易省の通り、軍馬に代表される軍用動物の現地での衛生管理を任務としたために動物の感染症研究や 結清の製造、軍配同時の検疫作業などを行ったり、徒歩移動が困難な地形での移動補助や、物資支援のために用いられる馬の育成をしていた。補充場所などで、軍用動物の衛生管理を行う兵員を、教育する機関としての役割もあった。さらに、貿易対策の所属の軍人、軍属の一部が軍馬への試験研究を行っていた。日本陸海軍総合辞典。 第2版、350ページによる。畑育彦、昭和史の謎を追う、文春文庫、1999年 ISBN4 から16から74万5304から5、546ページ、AB、週刊東洋経済2017年5月20日号99ページ、編集、週刊東洋経済編集部。 2017年5月15日、j n 4兆9 1 0 2億1 3 3万5 7 7週刊東洋経済2017年5月20日号97ページ、編集、週刊東洋経済編集部、2017年5月15日、j n 4兆9 1 0 2億1 3 3万5 7 7巻の行動、戦績に祈る、 2007年5月17日、ISBN4 から834250725、79ページ、ABC 巻きの行動、戦績に祈る、2007年5月17日、ISBN4 から834250725、80ページ、畑育彦、昭和史の謎を追う、文春文庫、1999年 ISBN? 4から16から74万5304から5、584ページ、週刊東洋経済2017年5月20日号100ページ、編集、週刊東洋経済編集部、2017年5月15日、JN4 兆91002億133万577、週刊東洋経済2017年5月20日号98ページ、編集、 週刊東洋経済編集部、2017年5月15日、JN4 兆9 1 0 2に、133万577、牧野行道、戦績に祈る、2007年5月17日、ISBN4 から834250725、81ページ、破体区彦、昭和史の謎を、追う、文春文庫、1999年 ISBN? 4から16から74万5304から5545ページ、陸海軍召喚人事総乱陸軍編、不要処房出版、1981年、554ページ。ありがとうございます。